務める宇佐美幸三です。もうだいぶ回を重ねるんですけども、この番組はですね、一応初心者向けということで、絵は好きだけどもうまくよう描かないやっていう人が非常に多いということで、じゃあこういうの始めてみようかなって思い立って、あえて「図画工作」っていうタイトルで、小学校の頃に戻ってね、そんな感じで楽しくできればなと思って始めた講座なんですけども、今日はね、花を描こうかなと思ったり、その材質質感っていうのを分かりやすく簡単に描けるようにしてみたいなと思います。もう早速描いていきたいと思いますので、カメラの方を切り替えお願いいたします。よろしいでしょうか。白い紙と鉛筆でございます。今日もそうやね、まずは何でも慣れだと思うんですけども、特に女性の方は一番多く描いてる形あると思うんです。ハート、いろんな形のハートあります。この下がぽこってなってるのもあれば、こんな感じでしぼんでますし、ただ数描くことですごく皆さんバランスよくこう描いてるんですよね。何気なく描いてるんやけども、こういうのっていうのはやっぱり描き慣れてるからこそできることだと思うんですよね。だから何事ももう、何て言うの、数を描く、楽しんで楽しく数を描くということが大事だと思います。で、今日ね、一応花を描いてみたいなと思うんですけども、どういう花を描くかって特にありません。漠然とした花を描いてみたいと思います。それもいろんな方法あると思うんで、まずね、子供の頃最初に覚えたのがこんな風に描いて、これチューリップ描きましたよね。こういうの、それから何の花かわからないけども、こういう花びらがぐるぐるぐるっとある、こういう花の絵も描きましたね。こんな感じかな。それからひまわりみたいな感じね。こんな風に、今すごい落書きみたいな絵を描きました。こんな風にね、これもね、色の付け方で、うまいこと色をつけてやればそれなりに見えるんですよということをまずしてみましょうか。ちょっとペンが出ない、よいしょ。今ここにちょっと彩色してみますね。色つけてみます。まずチューリップからいきましょう。もうこれ私の勝手なイメージですけども、チューリップはなんか赤っていう感じします。これね、すごく幼稚な線で今絵を描いてます。でもね、色の付け方で雰囲気は変わるもんなんですよ。これは一例ということで見てください。これをね、今わざとはみ出してます。はい、このはみ出してます。こういう塗り方で。で、水彩絵の具っていうのは濡れてる間は他の色を入れると綺麗ににじみますって、これ何度かお話ししたと思うんですけども、今淡いちょっとピンクがかった色ですよね。ここに少し濃い色を落としてやります。わーっと筆で置くようにしてやったらね、勝手ににじんでいきますので、で花の部分はこれでも OK なんですよ。で、今度は葉っぱの部分ですね。まずは緑、これもわざとはみ出して、はみ出た感じで塗ってみましょこんな感じです。で、塗れてる間にちょっと色を変えてみて、にじませてやります。不思議とね、にじますとこの、何て言うのかな、性質で、はみ出はしないんですよね。その下に塗った濡れてる部分から外へ出ることがないので、適当に置いてやったらいい感じで乾いていきますので、チューリップこれだけです。で、次、隣のなんてことないよくある花、これ何色にしようかな。まず真ん中を黄色で塗りましょう。で、周りはあえて白にしましょうか。ただね、白だったら色塗らないんでいいんかって言ったら、そうじゃなくって、青白いとかっていう言葉ありますよね。白でも青っぽい白、それから赤っぽい白もあるし、いろんな白があります。影でできた時に何色になるかですよね。全く色味のないやつは黒い影、黒いっていうのかな、グレーっていうのかな、そういう影になるけども、もともとが赤っぽい白の場合は暗くなるとその赤がより強くなったりします。植物の場合はどうでしょうね。ちょっとグリーンがかってる方がいいのかな。これね、ちょっとカメラ通しては色がわからないから、さっきのね、グリーンをね、すごく薄く
今塗ってるんですけども、どこに塗るかというと中心に向かって青あの緑色にしています。でまたいつものように水だけつけた筆でこのぼかしていってあります。はい、それから今度葉っぱの部分ですね。ちょっと隣のチューリップとは色の感じを変えてみましょうか。よくあのビリディアンとかっていう色ありますよね。そういう色かな、これは。